イメラジオ第2563回、今日は令和2年12月31日木曜日です。時刻は午後6時、横浜港北、大晦日の夜となりました。今日は晴れた大晦日で、私もみなとみらい、とってもブルースカイでした。お出かけしましたよ。帰ってきてしばらく休んでから夢ラジオの放送。大晦日にもお仕事があって7時からオンラインですね。名古屋の男子、そしてその後大分の男子、そのオンラインのお仕事の前に夢ラジオの放送です。2563回目、今回は火山天皇の出家お話しいたします。火山天皇が平安の頃天皇をやってたんですよ。10世紀の後半ですね。冷泉天皇の息子さん。冷泉天皇には弟がいて、圓融で、お父さんは村上天皇です。で、この冷泉兄、圓融弟で、両党設立がまあ成立しかかったんですけど、この今回の主人公火山天皇、彼が出家してしまったことによって両党設立はなくなり、圓融が小唐となりました。圓融の息子一条天皇、森平親王でしたね。この森平親王が攘夷を受けてね、火山天皇の出家、そしてその攘夷を受けて森平親王が一条天皇になり、で、この一条天皇というのは圓融の息子さん。そしてこの圓融の妻が藤原の戦士、これは兼家の、娘さんですね。だから兼家の娘さんである戦士が圓融天皇に嫁いでいて、そしてその間に森平親王、当然外戚関係を作りたい兼家は、この森平親王を一条天皇にしたい。今回の主人公火山天皇は邪魔なんですよ。両党設立なんかあってはならない。で、結果から言えば、この兼家の目論見通り火山天皇が出家し、で、出家したらもう皇室とは関係がなくなってしまいますので、仏門に入るわけですね。皇位は思い通り一条天皇に来た。そしてこの一条天皇には兼家の息子道隆、そして道長、この2人が一条天皇に定子、そして彰子というそれぞれの娘を入内させ、そして定子には清少納言、彰子には紫式部が家庭教師となった。この話は有名です。火山天皇に戻りましょう。火山天皇出家しちゃったんですけど、この話は日本史だけでなく古文でも出てきますよね。高校の大鏡ですから、古文として読んでも面白いし、日本史としてもまあ外せないというか。で、この火山天皇はですね、愛していた女性が、まあ、亡くなったんですよね。で、こういう時よう墓なんで出家というのはありがちなこと。しかもまだ二十歳そこそこだったと思うんですよ。二十歳前後。で、その時に
兼家の次男で道兼っていたんですけど、この道兼がその火山天皇に一緒に出家しましょうと、ね、この世は哀れですと、もっとはっきりとした、ね、ものをつかんでみませんかと仏門に入って、でこの火山天皇がその道兼、この道兼は世話役だった火山天皇のね、にほだされて、よっしゃ、じゃあ俺も出家するかと。で、道兼はおとど、つまり親父の兼家にそう言われて、出家させろと、火山天皇を出家させろと。で、お前道兼は出家しなくていいから戻ってこいと、火山天皇に落職さえしてもらえればいいんだ。で、高校古文で出てくる火山天皇の出家っていうのは、この火山天皇とこの道兼がですね、兼家の次男道兼が一緒に内裏を抜け出すところ、月が眩しい、これで出家なんかできるんかと逡巡する火山天皇。けれどその月に村雲がかかって辺りが暗くなり、結局寺まで行って火山天皇は出家。けれどそれを見届けた道兼は、最後にお都度に会わねばなりませぬとかなんとか言ってさっと姿消す。でそれで火山天皇は自分はたばかられた、騙されたと知ってハラハラ涙こぼすという、まあ哀れといえば哀れ、間抜けといえば間抜けな、この火山天皇といいですね、その父親の冷泉天皇といい、まあ気功の多い天皇だったんですよ。でこれのちょっと前に清和の後の雍正という天皇がひどかったでしょう。ですから近親婚の結果でしょう。このように皇室にはおかしなものがですね出るんですね、歴史的にね。でまあ今回の火山天皇は、まあ、間抜けだけだったというね、妖精みたいに傷つけるようなことはねしてないけど、まあ褒められた天皇ではない。しかもね、結局法皇となった後、もうしょうがないから法皇なんですけど、もう女性スキャンダルが多くって、この火山法皇のくせにね、その女性関係のもつれから藤原氏の、ね、ものに矢を射かけられるっていうとんでもない事件が起きましたよ。藤原のコレチカですね。でこの藤原のコレチカっていうのは定子のお兄さんでしたから、もう定子が自分の兄コレチカがね、火山法皇に向かって女問題で矢を射かけるというしょうもない事件が起き、まあ火山も火山ならコレチカもコレチカなんですよ。どっちもまあしょうもないんですよね、女問題でこんなことするって。だから亭主はもう恥ずかしくて出家しちゃったという、そんな話まで残っています。火山天皇の出家、これによって両頭徹立しかかった冷泉家が途絶え、今後圓遊家で圓遊一条、そして三条を挟んで五一条、この流れで摂関政治は全盛期を迎えることになります。夢ラジオ第2563回、今回は火山天皇の出家お話ししました。ありがとうございました。